フメリニツキーの乱は、1648年から1657年までの間、ポーランド・リトアニア共和国の支配下にあった、ウクライナにおいて、ウクライナコサックのヘイチマンド・フダン・フメリニツキーが、起こしたコサックの武装放棄である。この放棄は、ウクライナ対ポーランドの大規模の戦争に発展し、ポーランド・リトアニア共和国の衰退を引き起こす、一方で、ウクライナコサックによる、 ヘイチマン国家の創立と戦争に介入した隣国ロシアツァーリ国の強化という結果をもたらした。フメリニツキーノランは東ヨーロッパの政治地図を大きく切り替え17世紀半ば以降あたり地域に住む多数の民族の運命を決めたので東ヨーロッパ史上の最大の軍事衝突の一つだったと考えられている。ウクライナ私学においてのフメリニツキーノランは ウクライナ民族解放戦争、コサック・ポーランド戦争、あるいはコサックの革命とも呼ばれる。日本における歴史学研究では、多くの場合、ポーランド語風にフミエルニツキーの乱と書いたり、ロシア語風に踏めニツキーの乱と称している。16世紀末から17世紀前半までの間、ウクライナは、ポーランド・リトアニア共和国の、 支配国ポーランド王国の支配下に置かれていた。この地域では、キエフルーシの時代以来、ポーランドの本土と異なる民族、宗教、言語が存在していたため、ポーランド王国にとっては統制しづらいところであった。そこで、ポーランドは、同化政策を進めて、現地の貴族を積極的に、ポーランド化し、ポーランドのカトリック教会とウクライナの正教会を、 ブレスト合同で合併することによって、東方天霊カトリック教会の一派である、ウクライナ東方カトリック教会を成立させて、宗教問題を解決しようとした。こうした、ポーランドの政策にことを唱えたのは、ウクライナコサックであったが、1620年代から1630年代における、彼らの放棄は、ポーランド政府軍と貴族軍によって鎮圧された。 1648年の時点で、ポーランド・リートアニア共和国は、ヨーロッパにおける列強の一つだった。その隣国である西のドイツと北のスウェーデンは、1618年から1648年の30年戦争に、かかりきりとなり、東のモスクワ国家は、ドーラン時代とスモレンスク戦争から回復しておらず、南のオスマン帝国は、イエニチェリの反乱と、 経済問題に悩まされていた。それに対して、ポーランド・リトアニア共和国は、バルト海から黒海まで広がる膨大な領土を有して、いて、ロシアツアーリ国とオスマン帝国との戦いで、連続的に勝利を収め、経済と文化が栄え、17世紀前半は、ポーランド・リトアニア共和国の黄金時代と、呼ばれるほどの前世を極めていた。しかし、表面的には盤弱に見えた。 ポーランド・リトアニア共和国であったが、国家の内政制度は腐食していた。従来から、ポーランド・リトアニア共和国の王の権威が低かった。上に、17世紀以降、中央と地域の行政機関では、汚職が進み、国家に対する貴族の義務意識が薄くなり、政府と軍では、実力の有無に関かかわらず援護者登用が行われた。さらに、法律上では、 支配階級である貴族と非支配の非貴族の他者との間に、ポーランドは貴族にとって天国であり、農民にとって地獄であると謳われたほど著しい権利の差が存在した。貴族の領主たちは、経済発展のために農民を濃度にして、広大な農園地で働かせ、農園経営を、異国人のユダヤ人、アルメニア人やドイツ人などに任せた。こうした諸問題は、 ポーランド王国の本土から離れたウクライナにおいて、より一層深刻化し、民衆の不満が募るようになった。それに加えて、軍人資格と自治権を有していた数万人のウクライナコサックは、1638年の反乱の失敗以降、ポーランド王国と現地の貴族の政策によって濃度化されて権利が奪われたので、ウクライナでは、 大きな反乱を爆発させる要因が整っていた。ヤンマテーコによる17世紀半ばの東欧軍人。左から右へ、重子、ラッパ種、軽騎兵、重装騎兵、敗ク、不評調。フメリニツキーの乱のきっかけとなったのは、1647年の出来事であった。中部ウクライナを支配していた、ポーランド系の大貴族。 コニエツポルスキ家の家人でチヒルイン町の副長官のダニエル・チャプリンスキは、ウクライナコサックの軍隊初期官であった母ダンフメリニツキーの治療地を襲った。副長官は、フメリニツキーの留守を狙い、彼の屋敷を怪人に返した上、三男を殴り殺して、恋人のモトローナも奪った。フメリニツキーは、 最高裁判権を有していた国王部アディスワフ4世に提訴したものの、従来から王の影響力が弱かったため敗訴した。そこで、フメリニツキーは反乱の念を抱き始めたが、コニエツポルスキ家は彼を牢に閉じ込めて処刑を命じた。しかし、牢の警備長は、フメリニツキーに同情して脱獄に協力し、1647年12月に、 フメリニツキーは仲間を連れて南部ウクライナにあったウクライナコサックの根拠地ザポロージャーのシーチへ逃れることができた。当時、その根拠地で1638年以後コサックの放棄を防ぐためにポーランド政府のバンニン州が置かれていたが、フメリニツキーは現地のコサックと合流して1648年2月にバンニン州を殺害してシーチを確保し、 コサックによって、平地マンとして選任された。そもそもボフダン・フメリニツキーは、クレナイルーシ出身のウクライナ系の小貴族、コニエツポルスキ家の家人であった。彼は1609年から数年をかけて、イエズス会のリビューカレッジで、人文科学とラテン語を勉強し、召喚として登録コサックというウクライナコサックから構成される。 政府側の公式なコサック軍に入隊した。1620年代から1630年代までの間、フメリニツキーは、オスマン帝国、クリミア半国、ロシアツアーリ国との多数の戦いで過ごし、1646年に、フランス側の傭兵コサックの司令官として30年戦争に参陣した。フメリニツキーは、 当時の知識人であり優秀な軍人であったため、ウクライナコサックの間で尊敬を集めていた。ジョウチ・ボーディの戦い、フメリニツキーがコサックを集めて、反乱の準備をしていると知ったポーランド王国政府は、ウクライナに駐留するミコワイ・ポトツキとマルチン、カリノフスキが率いる官軍にコサックを中圧するように命じた。官軍が1648年の来春まで、 進行できなかったので、フメリニツキーはその隙に南方の隣国であったクリミア半国と同盟を結び、クリミアタタール人はウクライナコサックに援軍を出すことを約束した。その代わり、交渉役であったフメリニツキーの長男、ティーミシュは人質としてタタールの元へ留め置かれた。1648年4月、官軍の司令官たちは、 貴族の諸部隊の到着を待つために、コールス2丁あたりで本陣を据え、ポトツキの子息が率いる1万人余りの先陣を、フメリニツキーの根拠地へ派遣した。その先陣は、4月29日に、上内川のあたりで、フメリニツキー帰餓の8000人のコサックと、都ハイ米帰餓の1500人のタタール人からなる、同盟軍と衝突した。 コサックタタール同盟軍が優勢であったため、官軍の先人は、即席で気づいた砦出で立てこもり、和平交渉を望んだ。しかし、先人にいた、政府側の1000人余りの登録コサックが交渉中に、指揮官のイバン・バラバーシュラを殺害して、フメリニツキーのコサックへ寝返ったため、交渉は決裂した。5月15日の夜、先人は、 コサックの軍の包囲を突破によって脱出しようとしたが、クニャージバイラー首で、コサックの鉄砲隊と砲兵隊の射撃にあって、破滅した。捕虜となった、ウクライナ系の貴族は、フメリニツキーに投用され、その他の捕虜は、タタール人の獲物となった。コールスニの戦い、コールスニの戦い初勝利を収めた、コサックタタール同盟軍は直ちに北上し、5月25日に、 コールスニチョウあたりの官軍の本陣を包囲した。司令官であるポトツキとカリノフスキは包囲脱出を図ったが、その計画は現地のスパイによってコサックの陣地へ知らされ、コサックは官軍の脱出経路に罠を仕掛けた。翌日、官軍はコサックタタール同盟軍の強い抵抗を受けることなく脱出し、途中でのホリーホバ・ディブローバの峡谷に入ると、 真正面と側面からコサックの猛烈な射撃と背面からタタールの騎兵隊の打撃を受けて総崩れとなった。官軍の8割が戦死し負傷した両人の司令官をはじめとする軍人はタタール人の捕虜となってクリミア半国へ送られた。このコサックタタール同盟軍の大勝利によってウクライナでは政府の軍が消滅し治安が悪化した。 それと同時に、貴族、聖職者やユダヤ人などの支配者階級から弾圧と、軽蔑を受け続けた、ウクライナの農民や町人が放棄し、宮殿や寺院を略奪して、従来の主君、長官や管理者などを殺害し始めた。庶民軍を率いたのは、フメリニツキーの部下、マクスイム・クルイボニース連隊長であった。 こうした暴動に、東ウクライナの領主で、ウクライナ系貴族のヤレーマ・ビシュネベ・チクイーコが立ち向かった。彼は、反乱を制することに熱心に努めたが、無差別に、数多くの町村を焼き払って、無罪の住民まで処刑したので、政府と支配者に歯向かう庶民の数を増加させて、行ったばかりであった。プイラーウツイの戦い、コールスニの戦いが始まる直前、 1648年5月20日に、ポーランド・リトアニア共和国の国王ブアディスワフ4世が、崩御した。君主と在ウクライナ官軍を失ったポーランド政府は、コサックと和平交渉を開始する一方で、急いで全国の貴族の支配部隊を動員し始めた。9月上旬に交渉が打ち切られ、新たに集められた、騎兵隊を中心とした4万人の官軍と、 重兵隊を中心とした6万人のコサック軍が再び互いに勝負を挑んだ。コサックを見下している軍人が多かったことから、官軍内には楽観的な雰囲気が漂っていた。9月21日に両軍はプイラーウツイムラあたりで退陣し、9月23日に合戦の火蓋が切られた。最初、官軍の騎兵隊がコサックの陣地を襲ったが、 鉄砲と砲兵の射撃の前で撤退を余儀なくされた。その隙に、コサックの不評は、防戦から反撃に転じ、敵の不評を全滅させた後、官軍の本陣に近づいた。そんな中、官軍の司令官と長官たちが合議した上で、敗走し、それを知った他の貴族と従者は、恐怖に陥って、武器、軍機、兵糧宝を、宝物を捨てて逃げ去った。 コサックの手には800万枚の金銭に値する戦利品が入った。プイラーアウツイの戦い。三連勝したコサック軍は、タタールの援軍に伴われて1648年10月に、2週クライナのボルイーニとガリツィア地方へ乱入し、最大の都市、リビウを包囲した。包囲は三週間続いたが、市民は、代償金として120万枚の金銭をコサックへ。 支払った。その他の地域では、コサックの軍事成功を背景に庶民が放棄し、宗教や民族などを問わず、貴族や管理者を虐殺していた。1648年11月に、コサックタタール連合軍は、ポーランドの本土に攻め入り、ザモシチ氏を取り巻いた。ポーランドの首都、ワルシャワが危険にさらされている中、ヤン2世が新たな国王として選ばれ、 ザモシチが陥落する寸前に、政府は、フメリニツキーとの和平交渉を再開した。コサック軍は、ポーランドに侵攻して優勢であったものの寒さ、薬病、療食不足などに悩まされており、交渉に応じた。フメリニツキーの要求は、反乱者全員の退社、登録コサックの人数の増加、ウクライナにおける、コサックの内政自治権の回復。 コサック海賊行動金司令の取り消し、コサック領内で、ポーランド・リトアニア共和国の官軍の駐在金などであった。11月23日、ポーランド・リトアニア共和国の政府が一時的に、フメリニツキーの要求に応じて、急戦協定を結んだので、フメリニツキーはコサック・タタール連合軍を引き連れて、ウクライナへ帰陣した。ズバーラ樹状の方位。 ズボーリウの戦い1649年1月2日、フメリニツキーは、コサックの長官たちに伴われて、キエフへ凱旋した。彼を迎えたのは、キエフ府主教推理ベーストルコーシウとエルサレム総主教、パイイシーをはじめとする、聖教会の主だった聖職者、キエフアカデミーの教員と学生、並びにおびただしい群衆であった。 聖職者の筋書きに沿ってフメリニツキーは現存した、キエフルーシ時代の最大の建造物である黄金の門を通り、昔のキエフ大公、また、ポーランド人の奴隷から、ルーシの民を救った、モーゼスのように歓迎された。エルサレム総主教は、フメリニツキーの現在と未来の罪を許し、即婚であった彼の恋人と結婚させ、ポーランド人との戦いについて祝福した。 1649年2月、去年末にザモシチで始まった和平交渉に引き続いて、ポーランド・リトアニア共和国の政府より和平条約を結ぶための施設団がキエフに到着した。しかし、そこで、フメリニツキーはザモシチでのコサックの統領として、コサックの自治権と軍人権の公認を求めたのではなく、 神様のご加護と、サーベルで勝ち取った、ルーシの君主という立場から、ウクライナ人が住む地域を、ポーランドの支配から解放するようにと死者に、請求したのであった。死者は戸惑いながらもなす術もなかったので、首都へ帰った。1649年3月に、ポーランド・リトアニア共和国側のヤレーマ・ビシュネベ・チキュが率いる1万5000人の貴族軍は休戦協定を、破り、 コサックの支配地の西境で軍事活動を再開した。これに対してフメリニツキーは動員の触れを出し30連隊からなる10万人の新たな軍勢を集めた。5月中旬にイスリアム三世ゲライが率いるクリミア半国の4万人のタタール軍はコサックの援軍として参陣した。6月末にコサックタタール同盟軍は 貴族軍を攻めて、ズバーラ樹城へ撤退させたが、城を攻め取ることができなかったため、7月20日に、これを包囲して兵糧攻めをすることにした。その包囲を知った、ポーランドの国王は、直ちに3万人の軍勢を呼び集めて8月初めに、貴族軍を救うために出陣したが、8月15日、ズボーリウ町の周辺で、コサックとタタールの予期せぬ突撃に遭い、 7000人の死者を出して本人に立てこもった。ズボーリュー条約ズボーリュー条約によるコサックの自治領域。そのような状況の中で、8月17日、フメリニツキーを除いて、ポーランド王とクリミアのハーンの間では、秘密な平和交渉が始まった。国王は、チンギスカンの子孫の朝廷であるハーンに徴考すること、並びに包囲解除の代償金として40万。 銀銭を支払うことを約束した。クリミア半国は伝統的にウクライナを奴隷狩りの地域にしていたため、ポーランド・リトアニア共和国の弱化によるウクライナコサックの強化を望んでいなかった。そのため、それまで同盟関係であったフメリニツキーを裏切って、ポーランド・リトアニア共和国の定義を受け入れて平和条約を締結した。フメリニツキーは タタールの行動を知ると、やむなく、国王に死者を使わして、和平条約を結ぶためのコサックの要求を伝えた。その要求では、ポーランド・リトアニア共和国内のコサックによる、自治領域は、中央、北東ウクライナのキエフ県、チェルニーヒウ県、ブーラツラウ県並びに東、ボルイーニ地方と東、ポジーリャ地方までに拡大すること。 コサックの自治領域での行政は、ウクライナ系の貴族にのみ任命すること、在ウクライナのユダヤ人とイエズス会の会員全員を追放すること、国軍としてコサックの4万人を公認すること、戦争で参加したコサックと、町人、農民の反乱者を退社することであった。8月19日にコサックの要求に基づいて、国王とフメリニツキーは、 ズボーリュー条約を締結し、8月23日に、ズバーラジュジョの包囲が解かれた。数日後、国王は、ワルシャワへ、フメリニツキーは、キエフへ帰陣した。タタールはクリミアへ戻りながら、ウクライナの町村を荒らして奴隷狩りを行った。ベレステーチコの戦い国王とフメリニツキーの間で、ズボーリュー条約が結ばれたにもかかわらず、1650年の前半は、 ポーランドリトアニア共和国の国会で条約認可をめぐって恩恵派と武断派が対立していた。同年の夏、タタールの捕虜から1648年のコールスニの戦いで負けたミコアイポトツキ司令官が戻って影響力を回復し、武断派に加担してコサックの地で土が赤くなるまでの新たな戦争の必要性を強調するようになった。結局、 1650年末には、武団派が勝利を収めて、条約を認可せず、ポーランド・リトアニア共和国もコサックのウクライナも次の軍事衝突のために軍勢を動員し始めた。前者は1651年4月までに4万人の国軍と8万人の大小貴族部隊を集め、後者は同年5月までに4万人からなるプロのコサックの諸連隊と、 6万人の町人、農民からなる、志願兵を固執した。それに、コサックの援軍として、イスリアム三世下来が自ら引率した3万人の、タタール騎兵隊も加わった。両軍の人数は20万人を超え、今後の合戦は、ヨーロッパ戦争史上で最大の合戦の一つになると、見込まれた。1651年6月中旬に、 国王軍とコサックタタール同盟軍は、西ウクライナのボルイーニ地方で、ベレステーチコ町のあたりの定地で退陣した。陣地は7キロメートルから8キロメートルまで広がっていて両側から湿地と森林で囲まれていた。6月28日に、合戦の火蓋が切られ、両軍の正体による小競り合いが行われた。翌日、タタールの騎兵が、 周辺の高地を占領した一方、コサックの不評は、横側から国王の軍勢を押し付け、約7000人の敵兵を打ち取った。コサックタタール同盟軍は優勢に見えたが、6月30日に戦況が一変した。国王の不評が、ヤレーマ・ビシュネベ・チキリーの騎兵とともに、コサックの不評を、コサックの本人まで撤退させ、 国王の砲兵は高地に位置するタタールの本陣へ、発砲を開始した。そんな中、タタールの指導者、イスリアム三世ゲライは、足症を負い、カルハのクルムゲライや、トハイベーラ数人のタタールの重心が、砲弾に倒れた。砲撃によって、多数の死者を出したタタールは、戦場から急速に交代して、コサックの陣地の左側を裸にした。は、 タタールを引き止めようとイスリアム賛成下来のところへ向かったが、タタールは戦闘の続行を断って、不明につきを虜にした。残されたコサック軍は、タタールの行動によって同盟者と総司令官を失って窮地に陥り、本陣を湿地と諸川の合流地帯へ移動させ、それを要塞化して牢場することを決めた。それに対して、国王軍は、コサックの本陣を取り巻いて、 10日間連続でそこへ発砲し続けた。7月10日の夜、フメリニツキーの不在でコサックはイバンボフーンを臨時の統領に任命し、湿地を通って本陣から密かに脱出し始めた。2万人のコサック騎兵隊と砲兵隊の一部が脱出に成功したものの、町人、農民を中心とした志願兵はコサックに捨てられると恐れてパニックになり、 湿地内で脱出用の道路が壊されて、多数の主眼兵が沈没した。それを察知した国王軍は敵本陣に総攻撃を開始したが、300人の得れたコサックの伝軍で食い止められ、数時間をかけてそれを全滅させたにもかかわらず、コサック軍に致命的な打撃を与えることはできなかった。こうして合戦はポーランド・リトアニア共和国の大勝利で終わり、 国王軍は3万枚の銀銭の軍事金、20のコサック軍機と軍員、フメリニツキーの統領の印であるイクサコンを入手した。ベレステーチコの戦い。ビーラ・ツエールクバ条約ビーラ・ツエールクバ条約によるコサックの自治領域。ベレステーチコの戦い後、国王は首都に帰り、中部ウクライナの鎮圧を、武ン派のミコアイポトツキと、ヤヌシュラジビウに任せた。 しかし、両人の軍勢は、南下すればするほど、食料不足と、薬病、さらにウクライナの住人の抵抗と、庶民からなる遊撃隊に悩まされていた。ベレステーチコの戦いで、多くの犠牲者を出した、ウクライナ人は官軍を恨み、戦争は、社会階級の対立から始まった、ポーランド・リトアニア共和国の内戦から次第に、民族対立を中心としたポーランド隊。 ウクライナ戦争に変更していった。そんな中、7月17日に、フメリニツキーは、タタールに解放されて、ビーラツエールクバ町に到着し、8月中旬まで町の、あたりで堅固な砦を築上して2万5千人の、コサックと6千人のタタールを集めた。ポーランド勢は、砦の攻撃に失敗したことと、現地民によって補給が断たれたことによって機体に貧し、 9月10日に和平交渉をコサックに提案して9月28日にビーラ・ツェールクバ条約を締結した。その条約は前のズボーリュー条約で公認されたコサックの自治領域を中部ウクライナのキエフ県まで限定し、コサック軍の縮小とクリミア半国との同盟の撤回を求め、フメリニツキーが外交を行うことを禁じていた。また、ポーランド系貴族、 ユダヤ人、イエズスカイ会員がウクライナに戻ることが許され、彼らが戦前まで有していた土地、財産の返却が義務付けられた。バティーフの戦いビイラ・ツェルクバ条約の締結によって、ポーランド側もコサック側も必要としていた短い休戦になったが、双方ともその条約に従うつもりはなかった。1652年春に召集された。 ポーランド・リトアニア共和国の国会が条約の認可を却下したことを名目に、フメリニツキーは4月にコサックの長官たちに新たな戦争のために準備をするようにと命令した。その戦争のきっかけになったのはコサックによるモルドバ公国への出兵であった。条約上フメリニツキーは独自の外交を行わないとされていたため他国への出兵を条約違反とみなした。 ポーランド側は、コサック軍を止めるべくマルチン・カリノフスキが率いる12000の騎兵と8000人の不評を派遣した。騎兵の半分は、羽のユサールと呼ばれる、ポーランドの占領の重騎兵と、不評の半分は、エリートのドイツ傭兵隊から編成されていた。ポーランド軍は南下して、バティーフ3の麓もとラディー人町の間に陣を取ったが、敵軍の到来を予期していなかったため、 陣地の防備を怠った。しかし、6月1日、コサック・タタール同盟軍は突然に現れ、油断していたポーランド軍を攻撃して本陣まで撤退させた。翌朝、コサックとタタールは、ガの中の鳥となったポーランド軍に総攻撃をかけ、カリノフスキをはじめとする多くの司令官を打ち取り、一万、あまりの敵兵を殺害した。その中で、ドイツ洋兵隊も、 羽のユサールも、ほぼ全滅した。3000人のポーランドの兵士は捕らえられ、ベレステーチコの敗戦の復讐として斬首された。ジュバーネツの戦いステファン・チャルニエツキ・対イ・イヴァン・ボフン。バティーフの戦いで勝利したフメリニツキーは、ポーランド・リトアニア共和国政府に、ズボーリウ条約の上場に基づいて、和平を申し入れた。しかし、惨敗を喫した、ポーランドの政治家と軍人は、 冷静になるどころか熱狂して、申し入れを感情的に断り、新たに4万人の兵士を動員した。1653年3月、ステファン・チャルニエツキが率いるポーランド軍の先人は、生殖できぬほど、ウクライナ人を一人も残すなという標語のもと、コサック支配下のブーラツラウケニアへ乱入し、7月上旬に、 ポーランド国王が指揮する軍勢が、西ウクライナのリビュー町の周辺に集結した。それに対してフメリニツキーは、イバン・ボフンの連隊を派遣して、敵軍の先陣を撃破し、クリミアのイスラム賛成下来と結んで、約4万人の兵力を固執した。10月上旬、4万からなる、国王軍は、ドニステル川の中流に位置する、ジュバーネツ町近郊に陣取った。国王は、 モルドバ公国、バラキア公国、トランシルバニア公国からの援軍を待っていたが、コサックタタール同盟軍はその援軍を途中で蹴散らし、10月末に国王軍の本陣を包囲した。その折に寒気が始まったため、両軍は寒さと食糧不足で苦悩し、決戦を挑む力がなかった。そこで12月5日にクリミアの藩は、 1649年と同様に、ズボーリュー条約の復帰を国王に求め、国王はそれを受け入れた。しかし、今回の平和条約は、両国の君主が互いに面会しなかったことと、代理人を通して、成分ではなく高等協定を交わしたことがために、単なる休戦用の拒絶の宣言に過ぎなかった。それにもかかわらず、参戦者は皆納得していた。なぜなら、 ポーランド側は国際法律上でズボーリュ条約の復帰はなかったものと判断し、タタール側はコサックとポーランドの勢力的バランスを管理して校舎を超工国にし、コサック側は経済力、軍力の回復と同盟者の変更のための時間を得たからであった。ペレアースラウ条約対オスマン帝国の外交策、フメリニツキーの乱が始まった1648年に以来、 ウクライナコサックは、ポーランド・リトアニア共和国と対等に戦うために、隣国の中から頼れる同盟者を求めていた。最初の段階で、フメリニツキーは、生活様式で、コサックに最も近い存在であった、クリミア半国のタタールと同盟を結び、1648年から1653年に、かけて初戦において勝利したが、タタールは、 自らの国益を追求して、ポーランドを弱めながら、コサックのウクライナが強固にならないことに努めた。クリミアのタタールは、1649年のズボリウと1651年のベレステーチコの決戦場で、コサックを裏切ったことがあり、さらにコサックの領内で奴隷狩りを行って、コサックの経済と支持層を損壊しつつあった。 そのため、フメリニツキーは別の同盟者を探し求め、1648年末から、オスマン帝国に目を向けた。1650年の夏に、コサックとオスマン帝国は互いに公式な施設団を派遣し、コサックのウクライナは、当時オスマン帝国が支配していた、クリミアモルドバワラキアトランシルバニアの隣国と、同様な形で、オスマン帝国の保護国になることが試案された。 それに、フメリニツキーは、オスマン帝国に接近するために、1652年の春に、モルドバ公国のバシーレルプシュ君の即女ルクサンドラと、自分の息子、ティモフィーを結婚させ、コサックの統領を、オスマン帝国の支配下にいた、諸君主の範囲に入れようとした。1651年初めに、オスマン帝国のメフメト四世は、フメリニツキー宛てに、 ウクライナを保護国にする約束状を送り、さらに、1653年5月下旬に、フメリニツキーのために保護国の統治者の表彰を、使わしたが、ウクライナの正教会の聖職者が、オスマンの保護を受けることに強く反対し、その上、フメリニツキーの子息が、モルドバの内戦で、反オスマンの勢力を支持して、無断で、オスマン帝国の保護国のワラキ屋に攻め入ったため、 フメリニツキーによるオスマンとの外交政策は失敗に終わり、ウクライナがオスマン帝国の保護下に置かれることはなかった。対ロシアツアリ国の外交策オスマン帝国との外交と並行してフメリニツキーはポーランドリトアニア共和国の宿敵、東北のロシアツアリ国とやりとりを行っていた。1648年5月に コサック・タタール同盟軍が上打ちボーディの戦いで勝利したことによってウクライナで庶民による反乱が勃発したのでロシア側はタタールと反乱者の来襲を警戒して軍を動員し始めたその軍はコサック・タタール同盟軍の背後をつく可能性があったためフメリニツキーは6月18日にザーリ・アレクセン宛てに書状を出し同盟軍が ロシアツァーリ国に侵入しないことを約束して、ポーランドと戦うための援軍を頼んだ。書情を受けたツァーリは、軍の同意を中止したものの、スモレンスク戦争で、ポーランドのために失った西方の領土を取り戻す、十分な力がなかったので、コサックへの援軍を出さなかった。1649年1月以降、コサック側は頻繁に、 ロシアツァーリ国に援軍を依頼したが、ロシア側は、その依頼を常に却下した。それがために、1649年4月より、モスクワへのフメリニツキーの書状では、ロシアツァーリ国の参戦を促すため、コサック軍の軍事的支援の請願が次第に、コサックの自治領域を、ツァーリの保護下に置くよう求めるという政治的支援の請願に転化していった。 1650年末以降、ロシア側は、自力ではポーランドからの領土復帰を得られないと考えるようになり、1651年2月に、モスクワの全国議会は、ポーランドとの平和条約遮断を議決し、1652年3月より、コサックとの同盟を結ぶ方向へ、ゆっくりと動き始めた。1653年6月30日に、オスマン帝国が、 コサックの国家を自分の保護国にすることを承諾したとの通知がモスクワに届くと、サーリはウクライナが反ロシア勢力になることを恐れて、大急ぎで7月2日に不りにつき当ての書状を出し、ウクライナをロシアツァーリ国の保護国として受け入れることを約束した。さらに、サーリの書状を確証するかのように、1653年10月11日に、 ロシアツアーリ国の全国議会は同じ内容の宣告書を可決した。その後、10月13日にバシーリー・ブトゥルリーンが大使を務めるロシアツアーリ国の施設が編成されてウクライナへ派遣され、11月上旬にウクライナのプティーウリという国境の町に到着した。施設はそこで1654年初めまで滞在し、 サーリの保護について会議を行うコサックの長官はペレヤースラウ町で集会の日を待っていた。1月9日に施設はやっとペレヤースラウに招待され1月16日に帰着したばかりのフメリニツキーと会見した。ペレヤースラウ条約の締結1654年1月18日日曜日の朝、フメリニツキーは12人のコサック連隊長を 中心とした代表団とロシアツァリ国と保護についての非公開の会議を行い保護条約の締結に関して全員の合意を得た午後2時より200人のコサック長官と平侍がコサック軍の総合会議に固集されペレアースラウ条約を結ぶ儀式が始まったフメリニツキーは集まったコサックに向かってツァーリの保護を受けることに賛成かを尋ね コサック全員は賛成であると承認した。会議は稀に見る、調和の雰囲気で行われたが、ペレヤースラウ大聖堂で、ツァーリへの制約をめぐって問題が生じた。ロシアツァーリ国から派遣された聖職者はコサックが、アレクセイツァーリに忠説を誓うように請求すると、フメリニツキーは驚き、先にロシアツァーリ国の死者が、ロシアツァーリ国に代わって、 コサックの統領とザポロージャのコサック軍の全員をポーランド側に出さないこととコサックの自治権などを犯さないことを約束するように求めた。それに対してブトゥルリーン大使はロシアツアーリ国において君主は部下に制約を立てないと反発しコサック側はロシアツアーリ国の援助が必要しているので疑いなくツアーリを信用して誓うべきだと主張した。 フメリニツキーとコサックの長官は急に大聖堂を出て長い会議を行ったが巧みに事を進める良策がなかったので大聖堂に戻って一方的にツァーリへの忠説と町々と領土と共にツァーリのお手下に永久にあるようと制約を立てた。ペレアースラウでの保護儀式の後ロシアツァーリ国の使者はコサックの十七の連帯区とウクライナの町々へ出発し 1654年1月から2月にかけて12万7000人を、ツァーリへの忠説を制約させた。制約を立てるのを否定したのは、ウクライナ正教会の最高聖職者、ペレアースラウ・キエフ・チョレノオブリりの町人の一部、ウーマニ・レンタイク、ブラーツ・ラウ・レンタイク、ポルタバ・レンタイクとクロプイ・ウニア・レンタイクであった。さらに、ザポロ・オージャーの、 シーチも長い間制約を避けていた。しかし、全体として、ウクライナの住民は、ペレアースラウ条約の締結が戦争を拡大するための要望であることを忘れて、ロシアツアーリ国の保護国になることによって平和な時代が来ると期待され、上がって制約を立てた。コサックの国家コサックのウクライナを背景にしたボフダンフメリニツキーの肖像。右上の隅に、 コサック国家の国象たるザポロージャーの重視とフメリニツキーの足元にコサック国家の簡単な地図が描かれている。コサックの諸連隊はいくつかの戦闘で表現されている。ペレヤースラウ条約は1648年から1653年にかけて創立したコサック国家の存在を法律上で承認した。この国家は戦時中に誕生したこと、 軍人であるコサックによって統治されたこと、また、ザポロージャーのコサック軍という正式な国号を有していたことから、軍事国家であったと考えられている。国家の原種は、コサックによって終身潜入されて、国内の最高立法権、行政権、裁判権を有する平地マンであった。そのため、ザポロージャーのコサック軍は、平地マン国家とも呼称されていた。 その領土は、ドニュプロ川を軸にして、現在の中部ウクライナから、南ベラルーシまで拡大していた。面積はおよそ20万キロ平方メートルの面積で、人口は、約300万人であったという。1660年代までの国家の首都は、フメリニツキーの故郷、チヒルイーンの城に置かれていた。社会は、コサック、貴族、聖職者、町人、 農民という階級に分かれており、国権はコサックのみによって発動されていた。コサック以外の階級は国政運営から切り離されていたが、貴族と聖職者は身分権、領地自治権が保障されており、町人はドイツ法に基づく自治権を有していた。また多く農民は、フメリニツキーの乱によって農土から解放され、自由な所有者となり、 税金と引き換えに土地を所有することが許された。フメリニツキー統治下のコサック国家では、階級の境界は柔軟で、貴族と町人がコサックになることも少なくなかった。フメリニツキー統治下のコサック国家の行政区分は、コサック軍の組織を真似し、国家は、連帯、百人隊、十人隊という、コサックを迅速に動員できる、行政単位に分かれていた。 軍事行政区分の傍らに市町村という民間区分も存在した。住人隊は特定の町か村に置かれ、コサックによって選任された住人隊長に運営されていた。現地の民間行政と住人隊の維持は町か村の長に任されていた。いくつかの住人隊で百人隊を構成し、百人隊はコサックの連隊長から任命された百人隊長が、 司さどった。百人隊の行政所在地は大きな町内市市に置かれ、軍事行政は百人隊長の他に百人隊の団女官初期官騎士官に任されていた。民間の行政は市長の役所と連携して、町のコサック長官が担当した。十一内市二十二の百人隊は連隊を構成し、特定の市に置かれる連隊行政所在地に属していた。 連隊は、平地マンが任命する、連隊長と連隊の長官と呼ばれる連隊の、団状官、郵送官、裁判官、書記官、機種官によって運営された。連隊長は、大きな裁判権と財政権を有し、連隊の区域で平地マンのナシロの機能を果たしていた。百人隊と同様に、連隊が置かれる市の民間の行政は、町のコサック長官と市の自治政権が司さどった。 全体として国内の連帯の数は常に16を超えていた。連帯性とは別にコサック国家内で自治性を保つウクライナコサックの根拠地ザポロージャノーシーチが存在し、それは平チマンの直轄地とされ、平チマンに任命された連帯長と違ってシーチのコサックが選ぶコサック大長官によって収められた。従来のコサックの習わしによれば、 国政は、平マンと、コサック全員との大議会で行うはずであったが、不明につき時代のコサック国家の大議会はほとんど開催されることなく、国政に関するすべての判断は、平マンの独断家軍の長老衆と呼ばれる、コサックの最高長官との相談によって決められていた。軍の長老衆には、外交を司る軍の初期官、 物資輸送と砲兵を担当する軍の輸送官、最高裁判を司る軍の裁判官と、副官的業務を行わせる軍の壇上官、騎手官、馬印手官が入っていた。国の財政を握ったのは、兵マンのみであり、国家予算の内容は、戦利品と徴税からなっていた。ロシアツアーリ国と、スウェーデン王国の参戦スウェーデンの国王、カール十世。 六百五十四年の春、コサックのウクライナを保護国にし、ロシアツアーリ国が、ウクライナ・ポーランド戦争に介入し、ロシア・ポーランド戦争が始まった。四万人のロシアツアーリ国軍は、任命平マンイバン・ゾロタレンコを率いる一万八千人のコサック軍と連携して、ロシアツアーリ国と、ポーランド・リトアニア共和国の国境にあった、リトアニアのベラルーシ地方に攻め入り、ポロック、 ビテブスク、スモレンスクを占領した。また、1654年7月までに、コサック軍は、自力で、南ベラルーシを征服し、コサック国家の連帯行政制を統治に設置した。ロシア側は、ベラルーシ地方への侵攻と同時に、ポーランドのボルイーニ地方への出兵を準備していたが、フメリニツキーが、南方ウクライナを荒らしたポーランド軍と、戦闘中だったので、 その出兵は停止された。そんな中、コサックとロシアツアーリ国の両軍の動きに対して、クリミア半国はコサックとの同盟を廃棄し、1654年6月にポーランド側と永遠同盟を結んだ。10月に両国の6万人のポーランドクリミア同盟軍はブラーツラウ地方へ侵入し、東地方を占領した。 1655年1月中旬、バシーリーシェレメーチェフ率いるロシアツアーリ国の2万人の援軍にフメリンニツキーの元へ遅れて到着し、1月下旬に6万人のコサック軍と共にオフマーチュー村のあたりでポーランドクリミア同盟軍と退陣した。1月29日から31日にかけて決戦が行われ、両側は、 戦闘や玄関によって3万人の死者を出したが、勝負はつかなかった。しかし、ポーランド・クリミア同盟軍の進攻は阻止され、両側の間に、同年の秋まで大規模な戦闘はなかった。1655年の夏、ロシアツアーリ国が、ポーランド・リトアニア共和国に攻め入ったことをきっかけに、かねてより、バルト海に面するプロイセンとリボニアをめぐって、 ポーランド・リトアニア共和国と対立していたスウェーデン王国は対立相手に宣戦線した。スウェーデン王国王カール10世はポーランドの敵であったブランデンブルクのフリードリ・ヒビル・ヘルム、トランシルバニアのラーコーツ・ジェルジ2世、並びにウクライナのフメリニツキーと共同作戦の約束を交わし、同年7月にポーランドへ乱入した。 ポーランドスウェーデン戦争が始まってから半年で、ポズナンとクラクフをはじめとする大きな都市はスウェーデン軍に占領され、多くのポーランド軍人が降伏した。スウェーデン側と連携を取りながら、フメリニツキーのコサック軍と彼に従属していたロシア援軍はガリツヤ地方に侵攻し、9月下旬に滅動ク町の周辺でポーランド軍を蹴散らして、9月29日に、 リビウ市を包囲した。しかしフメリニツキーは、クリミアタタール軍が、南ウクライナに侵入したの中心を受けると、リビウ市民から代償金をもらって、包囲を解除し、南方へ向かった。そこで、コサック軍が初戦において、タタール勢を破ったため、フメリニツキーとクリミアのイスラム三世は互いに、西願を立てて、コサックタタール同盟を復活させた。フメリニツキーの死。 ボフダン・フメリニツキーの死。タラス・シェフチェンコのが。対ポーランド・リトアニア共和国の戦争が、成功すればするほど、同盟者であったコサック国家、スウェーデン王国と、ロシアツアーリ国との間に対立が起こり始めた。フメリニツキーは、ウクライナ人が居住する、全地域を、コサック国家の支配下に置こうとしたが、スウェーデン側は、西ウクライナのガリツヤ地方を、 自国領にするつもりであったため、コサックの要求を却下した。また、南ベラルーシには、実際に、コサックの連帯行政制が設置されていたにも、かかわらず、ロシア側は統治方が、ロシアツアーリ国のものであると主張した。同盟者との対立が激しくなっていく中、ロシアツアーリ国は、スウェーデンの強化を警戒して1656年5月に、 スウェーデンへ戦争宣告した。そして、ポーランド・リトアニア共和国に和平を提案し、8月22日にビリニュースで和平交渉を開始した。その交渉には、ロシア側とポーランド・リトアニア側の施設団が参加したが、派遣されたコサックの施設団の参加は、ロシア側の要望によって拒絶された。それを知ったフメリニツキーは、 ロシアツアーリ国の保護から離れる決意をし、11月に一方的にトランシルバニア、ワラキア、モルドバ、オーストリア、クリミア、ポーランド、オスマン帝国と外交関係を復活させ、スウェーデン軍へアンチーンジュダノービーチが率いる2万人のコサック軍を援軍として使わした。しかし、ロシアツアーリ国との国交を立つには、時勢が不利であった。 フメリニツキーは重い病にかかり、1657年の、初めに、彼の後継ぎに決定された子息ユーリーは16歳、ばかりの未熟な青年であった。コサック内部には親ロシア派、親ポーランド派、親オスマン派などの派閥ができ、ウクライナ国内は、十分に統一されていなかった。こうして、ウクライナが敵意を抱く勢力に囲まれていく中、同年8月6日に、 フメリニツキーが脳梗塞で倒れて死去した。彼の権威によって抑えられていたコサック長老たちの不和が顕在化し、隣国に操れてお互いに戦をし始めた。フメリニツキーの乱が終わり、その乱の中で築かれたコサック国家は後輩と呼ばれる衰退期に入った。フメリニツキーの菩提寺、諏訪中の聖入りや教会。フメリニツキーの乱は、 東欧市の大きな転換期であった。17世紀前半のヨーロッパの列強の一国だった、ポーランドリトアニア共和国が衰退し始め、ザポロージャ・コサック軍という、ウクライナ人の近世国家が誕生した。その国家が、ロシアツアーリ国の保護下に入ったことにより、ロシアツアーリ国は、東欧での支配範囲の拡大に成功して、ロシア帝国に変身するための大きな一歩を踏み出した。 フメリニツキーの死後、ロシアツアーリ国は、ウクライナ国内の反ロシア勢力を壊滅させ、17世紀後半から18世紀に、かけて、ウクライナを、アシュケイに、スウェーデン王国とオスマン帝国を破って、クリミア半国と、ポーランド・リトアニア共和国を滅ぼした。16世紀から17世紀前半の、ポーランド・リトアニア共和国では、コサックの反乱がしばしば起こっていたが、 ふめりにつきい,いのらんほどのものはなかった。1648年のコサックの騒乱は初めて、ウクライナの民衆の幅広い支持を得、ポーランド・リトアニア共和国は1年足らずのうちに、国土の3分の1を失った。そして、ウクライナに存在した中世時代の社会秩序は、崩れ落ち、近世的な社会構造に交代した。命拾いをした貴族と、 約5割から8割のウクライナの町人はコサックとなり、濃度であった。ウクライナの農民は自由な生産者と土地の所有者となった。社会は軍事的な体制にシフトし、有楽の暮らしをしている裕福な貴族の代わりに自由を勝ち取るコサックの選手という国民的理想人物像が作り上げられた。ウクライナ人はキエフ対抗国が滅んでから数百年ぶりに、 自らの国を持つことができた。しかし、政治的、社会的変化と同時に、フメリニツキーノランは、ウクライナとその周りの諸国に住んでいた人々に、大きな被害をもたらした。コサックとウクライナの庶民は、反乱が彼らを弾圧してきた支配者階級、異教徒、異国人への報復戦であると信じ、ポーランド人とウクライナ人の貴族、カトリックの聖職者、 ユダヤ人の修正利と管理などを無慈悲に殺害していったが、反乱軍に加わらない、あるいは反乱を支援しない者も,も身分、宗教、民族を問わずに残殺した。また、一時期コサックの同盟者であったタタールは、ウクライナの町村で欲しいままに、奴隷狩りを行った。その結果、ウクライナの人口は著しく減少し、 農産業が衰退して、飢饉と薬病が蔓延した。多くのウクライナの難民は、モルドバや、ロシアツァーリ国領内に逃亡し、そこで新たな集落を建立した。ありがとうございます。